8月14日水曜日、時計の針が午後5時を回りました。 79.2 レインボータウン FM みさよのふるさと自慢あじ自慢の時間がやってまいりました。日本で最も美しい村連合、美瑛町東京事務所所長の観音太郎さんをお迎えしております、はい、ようこそお越しいただきました。どうも観音です、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。で、アンテナショップが、はい、いよいよオープンですね。9月1日にですね、オープンできることになりました。はい、はい、9月の1日がオープンですね。はい、はい、場所をもう一度ご紹介していただいてよろしいですか。はい、はい、JR 有楽町駅前の、はい、東京交通会館の地下1階でございます。はい、はい、で、そこではどういうものをお買いでした。はい、美瑛の新鮮な野菜をメインにしまして、うん、はい、これを使いました季節の野菜スープ、はい、これをメインにしまして、うんうんうん、その他にもですね、美瑛産の小麦を使ったパン、はい、そして美瑛産の牛乳と、うん、美瑛の砂糖大根から取った砂糖で、そうでございます、はい、それを使いました、はい、添加物の入っていないソフトクリームを販売する予定でおります。うんうん、あ、すごいね、え、もうビートがもう一面にすごいですものね。はい、そうなんです。小麦もすごいですものね。はい、はい、そしてその他、その他、美瑛で作りました、ジャムとかですね、美味しいその農産加工品もありますので、その販売とですね、あとは観光案内もその場所でできることにしております。そうですか。はい、もう9月の1日がオープン、はい、それに先立ちまして今日はですね、いろんな美瑛の特産物をお持ちいただいております。はい、で、まあ、ワインですよね。はい、そうですね。あ、ささやきですって名前がいいですね。はい、これはこのちゃん、はい、中辛ですかね。はい、これハスカップワインですね。ハスカップで作りました。すごいすごい、ハスカップのワインですね。はい、そうです。そしてハスカップのジャムですね。はい、そうでございます。ね、ハスカップって有名なんですか。はい、美瑛はたくさん取れるんですが、目にアントシアニンっていうですね、はいはい、成分が入っていて、栄養もありますという、はい、さっぱりした味の、果実ですね。はい、はい、そうですね。はい、そしておかきの焼きトウモロコシのおかき、はいはい、これでトウモロコシが来ちゃいましたね。はい、これはどういうふうに焼きトウモロコシってなってますよ。はい、これはこのままですね、これトウモロコシ、美瑛の美味しいトウモロコシをフリーズドライで乾燥させたものなんですが、これピュアホワイトじゃないんですね。はい、色がついてますもんね。そうなんです。これは違うんですが、まあ、本来の甘みとですね、若干スイートコーンって書いてありますね。はい、美瑛産スイートコーンって書いてありますね。はい、はい、非常にそのビールのおつまみとか、そういうものにも合いますので。そうですか。ぜひお試しいただきたい。はい、この大きいものは何ですか。クッキーですかね。これはですね、はい、これ最近作りました、クッキーでございまして。あら、かわいらしい。美瑛のパッチワークの丘の模様をプリントして、あら、本当だ、かわいい。美瑛のお土産になるようにということで。なるほどね。作りました。はいはい、それとですね、ここにですね、お米があります。はい、このお米は、はい、夢ピリカ。はい、今北海道のお米は、まあ、日本でも美味しいというふうに言われておりますけれども、はい、まあ、北海道で一番新しい品種の、とっても美味しいって言われている、お米ですね。美瑛でもたくさん作っておりますので。そうですか。はい、その、アンテナショップの方でですね、はい、スープを出されるとおっしゃいました。はいはい、スープはどんな種類を出されるんですか。はい、今のところかぼちゃとか、かぼちゃ、じゃがいも、じゃがいも、そしてコーンスープ。コーン、これはピュアホワイトを使った。使います。はい、はい、でこれをメインにですね、あとは季節の野菜でどんどんメニューを入れ替えていきたいと、ってことはそこでいただけるということですね。はい、そうです。レストラン風にもなってる。なっております。軽食を食べれるという感じですかね。はい、そこはもうスープだけを出すという感じですか。はい、ここに、うん、美瑛産の小麦で焼きましたパンを一緒にお付けして、お出しするという予定をしております。なるほど。9月1日の日曜日がもうオープンですね。はい、そうです。で、私がですね、一応これは美瑛の小麦粉を使いましたパウンドケーキ焼いてきました。はい、はい、そうなんですよ。はい、で向こうがですね、やっぱり北海道のバターを使いました。はい、はい、ありがとうございます。チーズケーキなんですけどね。はい、はいはい、これもまた作ってきたんですが、はい、でこれにですね、このハスカップのジャムをですね、はい、ちょっと今開けさせていただきました。はい、でこれをですね、上から少しこうやってかけるんですよ。はい、そうすると色も綺麗ですよね。で、私のケーキはお砂糖が入らないケーキを作るんですね、私は。はい、だからちょっとこの甘みが足りないときには、こうジャムをね、こういうふうにしたらどうでしょうか。
また見た目が変わりませんか。すごく美味しそうですね、はい、そうなんです、はい、これたまたま私が去年、はい、北海道に行かせていただいた時に、はい、求めてきた小麦粉で作ってます。ありがとうございます、はい、ね、もうやっぱり国産のものをですね、はい、どしどし皆さん食べていただいて、はい、元気になっていただかなきゃ困りますね。はい、ぜひそうしていただければと思います。そうですね、はい、今北海道で旬は何でしょうかね。今はですね、うん、美瑛で行きますとメロンですね。メロン、はい、はい、あ、先週ですねメロンいただきました。ごちそうさまでした。ありがとうございます。とても美味しいメロンで良かったですね。え、はい、はい、で今メロンの次にはこの野菜類は何が出てくるんでしょうかね、はい、スイートコーンが出てくることと、あとは新じゃがの季節になりますね。もう新じゃがですか。はい、出ます。美瑛のですね、私トマトがとても好きなんですが、はい、そんなに大きくないんですが、はい、味がすっごく濃いんですよね。そうですね、朝と夜の寒暖差がありますので、非常に甘みが出るという品種でございますので、はい、ね、えもうぜひですね、はい、9月の1日ですね、有楽町の駅の、はい、すぐ目の前の交通会館ですね、はい、そうです。有楽町の駅があって真正面にある、はい、大きい建物ですね。そうでございます、はいはい、そこの地下1階、はいはい、こちらの方で、9月1日、はい、時間は何時から何時オープンですか。10時を予定しております、はい、午前10時。ここにかのんちゃんいますか。いつもおります。そうですか、はい、はい、ね、東京の事務所とこのショップの方を行ったり来たりじゃないかと思うんですが、はい、あと観光としましては今、はい、北海道はどうなんでしょう。はい、ラベンダーの季節が終わりまして、うん、若干落ち着きましたけれども、はい、これからまた涼しくなっていくので、はい、でまあ、秋の実り の畑がまた色づいてまいりますので、はい、そちらの意味でもですね、また観光シーズンは盛り上がってまいります、うん、そうですか、はい、じゃあですねこ のリスナーさんにですね、はい、ぜひこのアンテナショップ来ていただきたいってことと、北海道にぜひ足を運んでくださいって PR をお願いしてよろしいですか。はい、はい、美瑛町のアンテナショップは9月1日に有楽町交通会館にオープンします、はい、本物の野菜を使いました美味しいスープ等を用意しておりますので、ぜひお越しください。そして北海道にも、美瑛には青い池っていう新しい観光のスポットもありますので、はい、ぜひまあ、人が落ち着きますし、涼しい秋に足をお運びいただきたいと思います。はい、はいはい、日本で最も美しい村連合美瑛町東京事務所の所長観音太郎様にお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。9月1日ね、私たちも必ずお伺いするようにしますので、お待ちしております、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございました。